はいどうもリンダマンです。今日のテーマは新 SNS クラブハウスを徹底解説についいいいててお届けしていきたいと思いますえ皆さん、クラブハウス登録されましたでしょうか今もう世界中でこのクラブハウスという新しい SNS がドーンってね バズを起こしています一言で言ってしまうと音声版の Twitter のようなものだと思ってください、まあ、皆さんがね、えー、声で喋りながら発信をしていくツイッターのようなものです、えー、こちらね iOS 専用ということで今ね、えー、Apple 製品でしか使えませんいやもうとんでもない速度で増加がね進んでいてもうどんどんね登録者が増えています、まあ、SNS っていうのは面白いものでリテラシーが高い人から徐々に落ちていくんですよね まあミクシーもそうでしたしフェイスブックもそうでしたしもうさまざまな SNS っていうのはやっぱり IT リテラシーが高い人から情報が入ってきてその人たちから登録が始まって、まあ、だんだんこう層が下がっていって最後出会い系サイトまで落ちていく、まあ、そういった経緯があるんです、まあ、なので今このクラブハウスねちょっと覗いてみるともうそうそうたるインフルエンサーの方たちや芸能人の方たちが参加して スタートしていますまあ簡単に言ってしまうとねととにかく面白い人たちがやっっててるよってことなんですまあねこの音声コンテンツっていうのが今非常に伸びていましたそのポッドキャスティングだったり日本だとねスタイル FM であったりとかあとはボイシーヒマラヤこういったものが伸びていたんですがこんなね新しいクラブハウスみたいな SNS が出てきちゃったら。 ドーンってねその音声指示を持っていかれる可能性もあるなと思ってるんですえこちら招待制の SNS なんですが今日後半にね招待されなくても登録する方法っていうのがありますんでその辺も解説していきたいと思いますまずこの SNS がね流行った理由っていうのがあると思うんですまずやっぱりワイヤレス本の普及これは大きいですよねまあ、Bluetooth なんかでスマホやパソコンとつないでいますんでちょっと離れたり動いてもずっと音声が出てるじゃないですか まあこういったデバイスによってねずっとこう耳で聞きながら情報を取る会話をするこんなことができるようになってきたと思いますそして何を隠そう招待制なんですよね登録すると2名までしか招待できないと、まあ、これがこう人間の心をくすぐったんでしょうかねこの2名しかダメだったらということでね早く私も招待してくださいということでもうたくさん書き込みが行っています まあメルカリなんかでもね、この招待コードの売買が始まっているようですが、ここから登録するとね、アカウントバンされる傾向もあるみたいなんで注意してください。まあ、登録が電話番号で登録をして、ショートメッセージでやり取りをするという面白い形態になっています。となると、やっぱりデジタルリテラシーって問われると思うんですよね。これ友達がいなかったり、周りにリテラシーが高い人がいないと一生招待されないみたいなことが起きうるわけです。イノベーター理論っていうのがありまして、イノベーターと言われる人、そしてアーリーアダプターって言われる人たち、 この16%の方たちがもう時代の最先端を言ってるわけですよやっぱり僕もクラブハウスに登録したらやっぱりこの人もやっぱりこの人もやっぱりこの人もっていう人はもう登録が済んでるんですねでその残りの方たちはレイトマジョリティとかね言われる遅れてきた多数派つまりみんなが登録し始めてから登録していく、まあ、これは TikTok の時もそうでしたし Snapchat の時もそうでした このクラブハウスもやっぱりリテラシーが高いところから降りていくという特徴があるんですなのでね今めっちゃ面白いんですよね、まあ、是非ね登録を考えてる人はね今日の動画を見て是非ね招待されなくてもできる方法も後半に話していますんで登録をしてすごいレベルが高い会話を各部屋でしていますんでこのルームに入ってね学んでみてくださいそしてリアルタイムでしか聞けないっていうのも大きなポイントですよねアーカイブできないわけです そうすると今聞かないとこの情報が聞けないというなんか鮮度の高さっていうのがありますよね、まあ、YouTube には YouTube の良さがあると思います1年前の動画も3年前の動画もアーカイブしてくれてたら見れるんですがこのクラブハウスっていうのはアーカイブが見れないということなんですあとやっぱり何を隠そうコロナの影響も大きいですよねやっぱリモートワークとかで自宅にいる人が多いのでちょっとこのスマホで会話をしながら何かこう作業をしたりとか、えー、暇を潰したり、まあ、そんな傾向もあるんじゃないでしょうか 夜な夜なこのクラブハウスを立ち上げてずっと会話しているっていう方たちも僕の周りにはたくさんいますんでこのコロナの影響もこのバズを起こしたね大きな理由の一つだったと思いますまあその反面ねツイッターの後にこうマストドンっていう SNS が一瞬流行りましたがパッと廃れていったんですよねまあそんな風になってほしくはないなぁとも思うんです今日はこのクラブハウスの特徴を簡単にまとめてみました まず招待制であるということ先ほど話したように2人しか招待することができませんこの2人しかできない入りたい誰か招待してっていうのがねこの拡散された大きな余裕の一つだったと思います電話番号を入力して登録するそんな招待制の SNS です そしてね英語です今のところ英語版でしか対応していませんもしかしたらこの先日本語版も対応されるかもしれませんそして基本的には顔出しで本名というのが基本になりますまあツイッターと接続して登録するケースが多いと思うんですがツイッターのプロフィールそしてねツイッター名が吸い込まれるそんな形で登録する方が多いんじゃないでしょうかそしてねルームと言われる部屋があるんですここで音声コンテンツが繰り広げられているんですがもうねいろんなルームがあるんです いろんな方たちとねつながれるチャンスがあります、まあ、僕の周りでもたくさん友達がもう増えたよって人がねたくさんいるんです、まあ、基本的にルームを立ち上げた人が話す側モデレーターって言われるねこう緑のマークがついていますがそのモデレートする人たちですその人が例えば僕はね手を挙げるハンドマークがあるんですがこのマークを押すと私も喋りたいということでモデレーターが OK を出すとモデレーターに参加することができます モデレーターになることで会話に参加することができます。それ以外の方たちはリスナーです。でそこの、ね、下にこうクラッカーのマークがついていたりするんですが、このクラッカーマークっていうのは、まだ初めて間もないろいろな、ね、ルームがあるんで、ぜひ覗いてみてください。そして SNS なんですが、基本的にいいねとコメントはありません。まあ、これが面白いところの一つかもしれませんね。基本的にはルームに入って、モデレーターの話を聞く。 そこから情報を取る。まあ、これをね基本とした SNS になります。あとね、バックグラウンド再生できるっていうのも面白いですよね。他のアプリを触っている間も、えー、再生することができます。なので、作業中もこのね、クラブハウスを立ち上げた状態で参加することができます。あと、アーカイブがないんで、リアルタイムで基本参加する。その代わり、スケジュールという機能がありますんで、スケジュールをね、あらかじめチェックしておいて、例えば今日の夜7時からありますよ、みたいなことで、 スケジュールを合わせるこんなこことはできるようにななっていますささあ皆さんこん SNS 早く僕も私もやりたいっていう人はたくさんいるんじゃないでしょうかところが2名しかもう招待できませんし僕も招待枠はいっぱいなんですところが招待せずにも参加する方法がありますんでちょっとお話していきたいと思うんですがまずねこのクラブハウスというアプリをダウンロードして登録作業を済ませてくださいそしてすでにあなたの電話番号を電話帳に登録してなおかつこの「 クラブハウスに登録している友達がいますよねそういう方たちがいるとあなたがアプリを登録してまだ中に入れなかったとしてもイインバイトというここととででで招待をすることができるんでするるがきんいわば1人が2人しか招待できないんですが電話番号をお互いに登録している者同士であれば私を招待してみたいなね機能があるのでこれは2名っていう限定がないようなのでどん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 そんな方たちを 招待することができま,すまあ僕自身も今日だけでね数十名の方たちを招待しましたがそうすることによって、えー、周りでね招待枠がない方たちも参加することができますんで是非皆さん諦めずにねお互いに電話番号を登録して既にこのクラブハウスに参加しているお友達がいる場合は参加が可能だという、まあ、裏技がありますんで是非こちらを活用して登録をしてみてください。えー、僕自身ももクラブハウスもちろん登録をしています リンダマン37下にねアカウント名も貼り付けておきますがこちらで参加していますのでぜひ探してねフォローしてくださいえ僕もこれから戦力的にこのちょっとねクラブハウスを試してみようと思っていますしなかなか面白いんでここでしか話せない面白い話もしていこうかなと思いますんでご活用いただければと思いますえいつもいいねコメント本当にありがとうございますぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますえそしてねコメントも本当に嬉しいですぜひ皆さんの意見や 要望、こんなことを話してほしいみたいなこともコメントでお待ちしておりますので、どしどしとお書きください。それではまた次の動画で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。まだ